お疲れ、ありがとう。サイリウムありがとう。金サイリウムありがとう。爆弾ありがとう。豆電球ありがとう。お天気はいかがですか？わかんない、外に出てないから知らないです。やばいの？でもグランパスが中止になっちゃった。悲しい。明日はグランパスとアルビレックス新潟の試合で見に行こうと思ってたのに。悲しい。台風のせいです。豆電球ありがとう。星ありがとう。ハートありがとう。会社から帰宅だよ。お疲れくんだよ。ハートありがとう。豆電球ありがとう。ハートありがとう。音符ありがとう。ハートありがとう。金魚ありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。あ、生誕T受け取ってきました。じゃーん。じゃーん。めっちゃ可愛くない？やばい。もか、もか。見て、結構大きいです。顔、モカの顔ね、思ったより大きかった。なんかもうできる限り大きくしてくださいって言ったんだけど、そしたらこんな大きいことになってしまった。あのなんだっけ、あの制作前のなんかサンプル画像みたいなやつではもうちょっとちっちゃかったと思うんだけど、なんか結構大きかった。届いたら。昨日の公演楽しかったね。楽しかった。でも寂しくなった。ハートありがとう。豆電球ありがとう。金魚ありがとう。かわいいありがとう。金魚ありがとう。あ、メールありがとうね、読んでくれて。メールもバブルも、あと、あ、バブルは明日までなになったみたいで、でメールは1日かな。金魚ありがとう。あ、お手紙、あーやさんのお手紙書きました。さく嬉しい、本当に。あの生誕医の方が任命してくださって、大役に。嬉しいことでした。本当にめちゃくちゃ頑張って考えた。金魚ありがとう。金魚ありがとう。星ありがとう。セタンティ届いたよ。イエイ、ありがとう。星ありがとう。グランパス行く予定だった？だよね。だしさ、さかアルビレックスも好きだから、すごい悲しい。FC 岐阜は開催の方向らしいよ。牛で待ってる。え、そうなの？台風は？あれ、なんかさ、あの SKE のやつがなくなっただけで試合はやるんだね。すごい。台風はどこにいるんだろう。なんか遅れたりしてるからよくわからん。タコありがとうね。クマありがとう。マルケンクマありがとう。生誕ティーまだ届かない。え、ママも言ってる。ママはちゃんとあの公式のサイトで買ったのに来ないっていつも言ってる。なんてことだ。台風かな。サクがもう一個あるからあげたいところだ。そう、モカメイン、すごいめっちゃ可愛いんだよ。モカタン推しには嬉しい。サクもモカ推しだから、もう可愛くて可愛い。ハートありがとう。新幹線乗るにはきついサイズ。え、なんで？いけるよ。じゃあまずこのさ、濃さのピンクが結構やばいよね、新幹線。でも大丈夫、
気にしない。逆にね、北くんだよって大きく書いてあるし、モカちゃんがいるし、見た人はなんだあれってなって、印象に残ってくれると思うから、だからみんな普段着として使ってね、大丈夫だよ。ハートありがとう、バラありがとう。ハートありがとう。メイクレシピお願いします。モカの、モカはすっぴんですモカはすっぴんであんなに可愛いんですよ。お見事。生誕 T シャツ着て会いに行くね。ありがとう、とっても嬉しい。それは待ってるね。あ、そう、9月7日と8日の幕張メッセトーク会も全部完売しました。握手会もね、ありがとう、とってもありがとうございます。今日の正午までだったんですけど、とってもありがとうございます。ママが見ててね、完売したよって来ました。嬉しいことです、本当に。メールでは言ったんですけどね、休止するって言ったら、まあきっとみんな、もう休止する人に会いたいという気持ちになるのかなとか、いろいろ考えてね、来なくなっちゃうんじゃないかなって思ってたから、逆にこんなにね、来てくれるのはとっても嬉しいです。お見送りですごい泣いてたとか、だってさ、泣くよそれは待ってるねとか、すごい自分推しじゃない方にもたくさん言ってもらえたし、自分推しの方にも言ってもらえたし、それがとっても嬉しかった。転生もアップルもカワチカワチ天才だったよ、イエーイ。そう、転生できた昨日。アップルもね、休業前最後だから寂しいけど。さくちゃん、メイクレシピ出す予定ありますか？作るのがめんどくさいんだよ作るのめんどくさいから、今から教えてあげるそのためにめっちゃさ、返信でもさ、メイクレシピ出してください、メイクレシピ出してください、めちゃくちゃ言われたけど、さくが作るの無理、これです、これが下地とかわかんないから、日焼け止めで下地になるかなっていう気持ちだから。でもサクのメイクとか参考にならないからね、下地使ってないのやばくない？普通に日焼け止めが下地だと思ってる。ビオレ UV アクアリッチアクアハイライトローション、これが日焼け止めだから、まあまあまあ白くなるし下地でしょ。マジで適当だからあんまり参考にしない方がいいけど、紹介します。そしてコンシーラー、イプサクリエイティブコンシーラー、いいこれはメイクさんに教えてもらったから買った。でこれアミューズの01番、これはアンズに教えてもらって買った。でなんだ、ファンデーションしたら、あ、眉毛は薄いって言われる、よく薄いって言われるから、ちゃんと最近は描くようにしてるんだ。 PS ペンシルアイブロウ、名前が何これ、名前ないのかな、これなんかわかんない、名前どこに書いてある、 PS ペンシルアイブロウしか書いてない、これで、あ、これセザンヌの角田アレナ10、これで涙袋を書いて、で密着アイライナーデジャビューラスティンファインイー
筆リキッド1カッコアイライナーディーブラックディープブラック、これアイライン。そしてまつげは最近お気に入りのヒロインメイクストロングカールキーパー、これまつげのなんか下に塗るやつ、あビューラー資生堂のビューラーであげて、それ塗ったらこれなんかウォンジョンヨの05マスカラ黒ですね。これは京香に教えてもらって買った。これかこれ使う、どっちか。メイベリンのラッシュニスタプライマーブラックマスカラ、これかウォンジョンヨ、どっちか、まあ、その日の気分かな。でこれスカスカだ、クリオの01、ここしか使いません。ここは落としてなくなっただけでここしか使わないです。これをまぶたに塗るだけ。あーこれやだこれもう見えない、品番が見えない、使いすぎて。でも売ってないんだけど、トゥーフェイスドの、トゥーフェイスドっていうあのメイクブランドはもうなくなっちゃってないんだけど、ハイライトはそれです。でチークはセザンヌ、セザンヌの03、これしか勝たん、塗っときましょう。もうないかも。あリップリップ、パウダー、パウダーわかんないから適当。これ素顔シフォン缶パウダー、これ何でもいいと思う。パウダーはわかんないから何でもいいと思うよでリップはルージュディオールフォーエバーリキッド558、これと、これはディオールアディクトリップスティック841、これはアンズにもらったやつだよ。おしまいかな、終わりだ、終わり。本当に参考にならないからねきっとあの感覚で使ってるからわからないです。これだよ、メイクレシピでした。だるまありがとう、ハートありがとう。手紙よかった、本当。手紙は一回あのさ文字書くとすぐ間違えちゃうから、一回あの全部考えてあのメモ iPhone にメモしてから書いたんだけど、時間どれぐらいかな、でむちゃくちゃ考えた。あの任せますみたいな、サクに任せますみたいな言ってもらってからもう毎日考えてた。愛が重かった、本当にちょっと足りなかったかなって思ったんだけど、本当はもっといろいろあのまあでもお祝いの場であの市場を出しすぎてもあんま良くないなと思って、でも思ったことは書けました。生誕祭の手紙初めて、ハートありがとう、豆電球ありがとう、タコありがとう、ハートありがとう、豆電球ありがとう。お元気ですか、お元気ですよ。転生作一番好き、イエーイ。台風また変わってきてる、そうなの。台風はうちの近くにいるし、あなんかさ関東台風じゃなくて台風によるなんか雨がやばいみたいな感じでしょ、なんか大雨がすごいって出てた、四国あたりに。そうなんだ、うん
九州、ん、四国、九州昨日すごかったんだよね。愛媛県あたりは。そうなんだ、遅めだね結構。うん、お寿司は何が好き？マグロ、イカ、なんだろう、イカ、なんかさ塩かかってるイカたまにあるじゃん、スシローとか、塩がかかって塩レモンのイカみたいなのが大好きと、マグロ。 SNS できますよ、 Twitter じゃなくて X とインスタはできます。バラありがとう。ミューモが一番早く届くよ。そうなの、ミューモ、ミューモと公式は違うのかな。ママは何頼んだんだろう。今着てる T シャツのサイズ M だよ。 XL もゲットした。で L は教会にあげた。本当に着てくれるのかしらこんな濃いピンク着てくれるのかな教会は。クマありがとう、タコありがとう。3人分買ったの、すごい。金魚ありがとう、バラありがとう、さくちゃん本当に好きです、イエーイ。印象に残る大事でしょ。そうだからピンクなの。 SKE オンラインウェブショップ、ミューモじゃないんだ。じゃあめっちゃ目立つの、いいでしょ。妹とディズニー行く予定決まった。アストロ乗ってくる、いいね。アストロ悲しい、本当になくなっちゃう。基本的に現場で着替えたいんですいいけど、いいよ、でも着てきてくれるならね、そんなどこからでも構わないですよ。あ、セレッソ大阪サポならピンクは大丈夫かな。確かにもう慣れっこですね。黒いカーディガン、見せびらかそうよ。バラありがとう、ハートありがとう。配信中は猫かぶってませんか。いや、かぶっ、まあ日によるかな。普通に暴れる日もあるし、今日は暴れてない。生誕写真届いた、ありがとう、買ってくれて。販売おめでとう、イエーイ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 、ありがとうね、本当に楽しみにしています。先日生誕って来て公園入ったらおしりんさんがもかちゃんにめちゃ話してかわいい、かわいいよねもかちゃん。嬉しい、おしりんさんも気づいてくれて。乾杯おめでとう、ありがとうね、ハートありがとう。まかり少しだけ追加しました、ありがとう。鼻赤くして泣いてたのが可愛かったです。本当にさ泣くとマジで鼻赤くなるから嫌だ、ブサイク本当に。きょうちゃんは犯人作ってもらったからその方式でね、ね、見た、きょうかが作ってもらった、さくも誰か作ってでもきっと参考にならないもん。口頭で OK、 確かにさきちゃんにお願いして作ってもらえば、あーなるほどね。メイクレシピ作るよ、本当に言ってる。でもさくのメイク用品ってなんかすごい雑だから、一緒にメイクしたいのに本当にコンシーラー使うの。コンシーラー使ったよ、コンシーラーってあれイプサのやつ使ってる。昨日誕生日当日にさくちゃんに会えて最高だった。おめでとうって言ったの聞こえてたかな。
本当に嬉しいことだ。ハートありがとう。こんばんは、こんばんは。誰にメイク教えてもらってるの？え？メイク教えてもらってる？メイクはあんまり教えてもらうことはないけど、あのメイク用品とかは強化とかアンズとか、くるみにも聞いたことあるし、ゆうねちゃんにも聞いたことあるし、結構11期はあのなんだろう、コスメについて詳しいから、コスメとかメイクの仕方とか詳しいから教えてもらってますね、よく。コンシーラー、あ、コンシーラーはあれ、あのクマがを隠すために使う。これがいいよってメイクさんが言ってた。豆電球ありがとう。あ、メールかなんかで文字で教えてほしい。あ、そっか、大変だよね今聞き取るの。そうだよね、文字打つのめんどくさくてあの画像作るのはもっとめんどくさくて本当にダメだ。豆電球ありがとう。逆さまつげ、あーね、それはもうビューラーでね、なんとかすることだ。星ありがとう。割れちゃったの？え？何？こんばんは、星ありがとう。本庄屋の黒が手に入らないって言ってたのに持ってるの。え、そうそうそう、京花におすすめしてもらって買いに行った。でもあんまり売ってないよね。年季が入ってますね。本当にね、ずっと使ってるからなくならないよ。金魚ありがとう。セザンヌ03、え、本当に大好きこのチーク。作者のチーク好き。え、よくない？めっちゃ自然。星ありがとう。画像はお任せください。本当にありがとうありがとうね。いつ頃からん、そのメイクにはいつ頃から固まったの？わかんない、別に固まってないよ全然。日々研究中。勉強になった。本当にメイクはどこに一番力入れてますか？そんなになんかこだわりがなくて、別にまつげまつげはちゃんとあげましょう。あげるようにしています。あ、ラカも使ってるわ。ラカ、あのね、え、今日使ったよ。あったあったこれも、え、そう、ラカの104、中身がスカスカ。あれでも遠慮したんだ。遠慮した。金魚ありがとう。クマありがとう。こんばんは。モカちゃんはもう何もしなくても可愛いから。ひげちゃんの46秒のところは多分あやさん落ちたら誰でも知ってる。え、そう、知ってるし、知ってると思ってたけど、あの知ってると思ってたし、あの何注目してると思ってたけど、でもやっぱちょっと絶対インスピレーションのリリースから時間が経って、きっとニューエイジャーの MV も最近見てない方が多いのかなって思ったから、もう一回見てほしくてあの部分を言ったことです。星ありがとう。金魚ありがとう。日曜夜の雨、9月1日か。マジ？
そうそう、歌詞動画作ったから載せるの。すごい、ありがとう、ハートありがとう、ショール間に合った、ありがとう。塩派、塩大好き。M 買いました。 M 一緒だね。キャピはね、巻きにしそう。なんで着てよ、着ることだよ、今日か。ちゃんと私服で着るんだよ。だからさ、おお、ピンクがすごいなみたいな、これ一人で着るのかって言われた。自信を持って着てほしいな。あんずちゃんには、あんずちゃん着てくれるかな。チラシ配り苦手なので、あややさんにも突撃できないのかな。なんか普通にぐいぐい行くのが苦手なんですよ。星ありがとう。最近先輩メンバーもディズニーの写真集、写真、うん、載せてたけど、もうディズニー見たらさくちゃん思い浮かべる。すごい嬉しいことだそれは。ね、見た。やっぱランドの夜はめっちゃ綺麗なんですよね。いや、Cも綺麗だけど、Cはやっぱ海外の雰囲気があるから、やっぱディズニーを感じたいってなったらランドかなっていう。すごいね、そのどっちも行きたくなるよね。だから大好き。ディズニーストアのさ、ヴィランズのグッズマジで可愛い。ハートの女王が一番好きなんだけど、ヴィランズの中では。ヴィランズはディズニーの悪役なんだけど、めっちゃ可愛い。ナイスナイスセンス、ストアは本当に。あ、みかんの剥き方ありがとう、楽しかった。本当よかったことですわ。星ありがとう。台風で、あ、台風で遅れてるよね、やっぱ。こんばんは。豆電球ありがとう。ハートありがとう。金魚ありがとう。佐藤果歩さんには連絡を交換していただいたのにもかかわらず、緊張して文字が打てません。本当になんか打ったけど、いやこれは別に言わなくてもいいっていうか、なんていうの、まあ佐久のこと、なんだろう、自分のことをそんな話しすぎるのも違うかなとか、なんか今忙しいかなとか、めっちゃ考えて打っては消してってやってた。打てない、あ、文字送れません、緊張して。この場面ありがとうね、こちらこそ。出会って21回公園に行ってたみたい、すごっ。だって出会ってからめっちゃほとんどいたもん、公園。嬉しいことでしたよ。誰が一番メイクポーチ大きい？わかんない、みんな同じぐらいかも。そんなありえないぐらいでかい人はいないと思う。豆電球ありがとう。結局劇場で K2 のさくらさん見れなかった。そうなの、また見に来てね。金魚ありがとう。こんばんは。豆電球ありがとう。太陽の中そば食べに行く。すごい。メイクは先輩とかメイクさんが使ってるのなら間違いない気がするね。だからさ、でもさくめっちゃ汗っかきだから、でリカさんも汗っかきなアイドルが
フェスで耐えたみたいな、あのメイクレシピを載せてて、でよくリカさんとあの K2 公演であんまり汗かく人いなくて、あのリカさんとは分かち合えるんですよ、汗仲間で。だからリカさんのメイク道具を参考にしようと思いました。サクはもう汗かいたらすぐ落ちちゃうし、落ちてるのかな、ちょっとよくわかんないけど、こんばんは。まつげなかなかうまくいかない、どうやってあげてる、もう死ぬほど、もうこんなひっくり返るくらいあげるけど、まつげ痛むからまつげ美容液を塗らないといけないよね。追加した幕張分明日届く、早いね。大丈夫かな、台風届かないとかないのかな。さくちゃんのアイライン落ちなさすぎて気になってたから紹介出すから、落ちないのこれ、わかんない。でも確かにあんま書き直さない、やっぱね薬局のやつがいいんですよ結局。わからんけど薬局ってなんか強そうじゃん。気になって MV 見返して、そう、それをしてほしかった、 MV をもう一回見てほしかった。そしてあのあーやさんの素敵な部分をもう一度思い出して、あの一緒に余韻に浸りたかった。そうそうだよ、さくあんなにさハッピーキョッピー T シャツ愛用してるんだから、今日かも来てよね、もかちゃんレッスン着にしてさ、いいよめっちゃ嬉しいよ、きっとあのピンクは目立つから嫌がりそう、レッスン着は。そう、塩が一番、星ありがとう、ハートありがとう、昨日会えて嬉しかった、びっくりした、嬉しかった、ことさくも星ありがとう、バイト中、あら頑張ってね、豆電球ありがとう、グイグイいけないから存在感がスケスケ感です、グイグイいけるじゃん。嘘だ、毎日期待生誕 T シャツ、さすがさすがサクラブ、ディズニーって読むの大丈夫、大丈夫だとは思う、メールとかはよくないっぽいけど、外国感が好き、わかるよ、サクもめちゃくちゃ好きだから、どっちも違っていい、ランド派シー派とか選べない、どっちも好きだから。ショルマできるんだけど、できます、何誕生日仕様、どういうことだ、台風来ても川見に行っちゃダメだよ、台風来ても来なくても川はね行きませんよ、作はあんまり好きじゃないので川、幕張の時に夢の国に行けるの、でもそう早い部で終わる方とかだったら多分行けるんだけど、作は遅いので無理です。その後もね、あの土日は参加できるけど、また平日は学校だし帰らないといけないので、生誕キーホルダーゲットした、ありがとう、代わりに送信ボタン押してやめてダメだよ、本当に緊張するんですよ、大好きだから、おめ電球ありがとう、メイクポーチ大きい界隈はあんずちゃんとゆねちゃんと聞いた、なんかもう、あ確かに、どうなんだろう、そうなのかな、くるみも大きい気がするけど、みんな一緒のイメージだった大きさ、京香もくるみもリーナはちょっと分かんないけど、あゆねちゃんはなんかメイクポーチもだけど、なんかなんていうの、その他のなんか心配症なのか分かんないけど、お薬とか頭痛薬とか急に
頭痛になった時用に持ってたり、絆創膏とか持ってたり。だからディズニーの時も普通にさ、ディズニーの時って荷物少なくしたいじゃん。なのになんかみんなが飲めるようにって言って、あの頭痛い薬とか、そのもういろいろなことに対応した薬をあの何個か持ってて、自分用だけじゃなくてもうパックにして持ってて、絆創膏も持ってて、あのくるみが靴ずれしちゃったってなった瞬間に絆創膏あるよって出してたり、もうそれメイクポーチも大きいけど、それ以外の荷物もなんかすごいたくさん持ってて、しかも自分だけのためじゃなくてみんなが困った時用にも予備で持ってて、マジですごい。だから11期のねママなんですよね。こんばんは、豆電球ありがとう。メイクポーチが整理整頓されているのは強化です。マジで綺麗、本当に。みたいな、意外かな、みんなは分かんないけど、サクはめっちゃ意外だった。本当にもうずっと揃えられてる。やっぱメイクした後とかは結構バーって出すけど、でも帰る時にはちゃんと綺麗にしまうし、サクはもうマジぐっちゃぐちゃだから。そうそう、キョウちゃんはメイクポーチの中身生存されるって聞きました。そう、 A 型だから。サクも A 型なんだよ。なのにこんなに汚い。だって行った時にはメイクポーチに全部入ってたのに、帰りはぐしゃぐしゃすぎて入らないし、めっちゃ困ってる。豆電球ありがとう。星ありがとう。薬局最高、大好き。セザンヌも薬局とかで売ってるし。1分29秒がいいです。え、わかんない、何1分29秒わからん、誰か、何ラピュタあるけどバルスしますか、どういうこと、どういうこと、何ラピュタあるけどバルスって何。金魚ありがとう。あ、ミラーボールありがとう。で、ん、僕も自分からグイグイいけない恥ずかしがり屋さんで、嘘だ嘘だよ。神経衰弱強いね。そう、記憶力に感動したよ、イエーイ。でもあの本当の神経衰弱の方が数多いじゃん。あれ、そんなことなかったかな、なんかめっちゃ少なく感じた。だから普通のより難しくなかった。クマありがとうね。モカちゃん台風に気づいてるのかしら。気づいてないと思う。ランド橋屋の質問って、ケーツ公園の作者と手綱公園の作者どっちってくらい選べない。すごい、そうなの。こんばんは。大富豪のメンテナンスが終わりません。そうなの、使えないの今。そうなんだ。誕生日仕様になるの。サクに大好きって言われたい人生です。なんかサクの大好きとくるみの大好きが似てるらしい。メイクポーチが整頓されてるのはキョウちゃん。そうです、メイク同期でメイク薄いのはサク。最近はちゃんと濃くするようにしてるけど、でも薄いって言われるよく。アンズちゃんとユネちゃんは同じメイクポーチ。そうなの、アンズピンクじゃないの、変わったのかな、知らないんだけどサク、その情報。ハートありがとう、星ありがとう。リーナちゃんはメイクしなくても可愛いか。リーナちゃんはね、そうなんですよ。リーナちゃん、リーナは可愛いけど、昇格してからちゃんと、なんだろう、メイクをいっぱいするようになって、もっと可愛くなった。前から可愛かったけど、
もっと可愛くなって、リーナにも言われるもん、サクメイク薄くないって、薄いよねって。そんなリーナに言われたら濃くしないとと思った。え、そうさ、保健室の先生かすごい枕投げでくるみん負傷したんだ。え、くるみんマジで、あの弾ける時本当にありえないぐらい弾けるから、枕投げの時やばかった一番盛り上がってた。リーナはあの威力が強くて、強化は大人げない子供たちがあのわーって投げたらうわーってやり返すからすぐすごい楽しかった。枕投げ大好き。A 型のきょうちゃん、佐久も A 型だってA 型だよ。星ありがとう。配信でもメイクポーチずっと整理してたり、あって、え、そうなの？えらい。うん、血液型関係なさそう。さくちゃん A 型って思われたことあるのか？ないないない。O 型って言われる。アイドルメイクレシピは、あの作るのめんどくさいから誰か作ってねーってこと。さくは無理。あのさ、写真とか、まだ自分の写真はあるけどさ、あのさ、コスメの写真とか一個一個さ組み合わせないといけないじゃん。よくやるよね、すごい天才皆さん。だからあのミキさんのさ、あの動画のやつが面白すぎて、あのミキさんのツイッターに載ってたんだけど、メイクレシピって言って、あの多分リカさんとミオさんだと思うけど、じゃんってあの端から出しててメイク道具。なるほどって思った。ミラーボールありがとう、ハートありがとう。ラピュタは、ラピュタって何？ラピュタ放送ある、ラピュタってやつがあるらし、あるってこと？ちょっとわかんないですね。豆電球ありがとう。低気圧には強いんですか？うんうん、いや頭痛くなるね。だるまありがとう、星ありがとう。モカちゃんの全身写真をください。いいけど、モカちゃんも綺麗好き。あ、モカちゃん綺麗好き、本当に猫だからね。金魚ありがとう。1分29、さくちゃんじゃないの？そうなの？さくちゃんかーい。うーん、こんばんは。さくもメイクいらない、すっぴん可愛いってずーちゃんとキョッピーが言ってたよ。そうなの？ありがとうありがとうね。ずーちゃんはよく言ってくれる。あんたは本当に変わらんって言われるあんずちゃんはさくちゃんに無断でポーチ変えちゃダメだよ。違う、そんなこと言ってないけど、あ、知らなかったなってそうなの？あ、AA 型と AO 型がありますね。そうだよね。でもさく AA 型ですから。枕投げムキーって、なんでムキー知ってんの？え、言ったことあるっけ？さく爆弾ありがとう。無理しなくていい。全然無理はしてないけど、ただあの画像作るのがめんどくさいだけ作ってくれたらもうそれはありがたいことですからね。ラピュタ、あ、ジブリか、ジブリね。天空の城の城、ラピュタのことが、もう見たことないな。ジブリは知らない。トトロとかは見たことあるけどね。星ありがとう。さきちゃんの全身、さきちゃん、カジケンコラボ楽しみ、たくさん食べるね。 K2 食べてね。
辛くないと思うから、食べるラー油辛くないからね実際あれは。だから大丈夫だよ。でもさ、もういいのやつが食べたかった、食べたくなった。爆弾ありがとう。ムキはリーナちゃんを知って、そうそう、リーナとかにはバレてる。サクがめっちゃ、あの3人でさ、11期で旅行した時に先に3人でついてたんだけど、アズサク、リーナでついてたんだけど、その時に本当にずっと意味わかんないことしてて、でなんかなんでか知らないけど、サクがなんかムキーみたいな、怒った時にムキーって言うんだよみたいなのを言ったら、それにリーナがめちゃくちゃそう楽しがってる、面白がってずっと真似してきたの、ムキーって。ゼロラピュタ、ゼロラピュタ、チームイーノが人気だった、やっぱそうだよね。 K2 食べてって言ってね、みんな。イーニーなんとかするんですか。いや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 、 K2 ですよ、サクはK2 だから、みんなも K2 ね。キムチは入れません。え、そんなのできるの、あれセットになってそうだけど。あ、大阪に店舗ない、そうなんだ。神戸まで行かないと食べられない、名古屋に来たらいいと思うよ。ホルモン大丈夫なの。大丈夫じゃない。そうだった、ホルモン食べれないわ。サクムキーって効果はアニメすぎる、ママが言うから。おお、9月1日から食べに行ってくれるの、ぜひぜひ食べてね、みんな。みんな K2 推しなのにいいだって。なんで、 K2 食べてよ、絶対美味しいからね。よろしくね。金魚ありがとう、星ありがとう。 X のサーバーがダウンする、本当にそれ本当に言ってるの。星ありがとう。そう、ママだよ、ママすぐ言うからね。K2 の油そ食べてね。いつ食べようとしてました。なんで K2 じゃないの。ホルモン食べれなかった、そういえば。ハートありがとう。 K2 しか食べない、イエーイ。そうそう、キムチとか無理、カレーも絶対甘口だ。あ、そうなの。東京には1店しかないんだ。そうなんだ。 S 食べます、ごめん。いいよ、全チーム食べたい、わかる、全部美味しいよね。事件サク出るまで帰れまてん、やってね。やって、みんな。トレカーがさもらえるのね、あれ。でもランダムだから、サク出るまで帰れまてん。ぜひ。3チームの前売り券買ってしまった、あれあれ、 K2 を出ら盛りで、おお、いいですね。ウーバーできる？え、わかんない。できるんじゃない？ハートありがとう。カニ苦手。カニカマだから大丈夫だよ。カニじゃない。お、職場から徒歩5分にか事件あります。お、素晴らしい。玉屋ありがとう。星ありがとう。結婚してありがとう。するよ。帰れまてん。いけるよ。爆弾ありがとう。そうそう、そういうこと。 S と E 食べたとしてもその10倍 K2 食べたり、そういうことです。ハートありがとう。
岐阜の果樹券コラボ対象外です。あ、結構あるよね、対象外のお店。劇場のどれかも出ないのに、わかんないじゃん。果樹券は出るかもしれないよ、そんなのね、わかんないですから。爆弾ありがとう。近所の果樹券がコラボやってない。近所じゃないとこに行く。帰れませんね。さくちゃんのトリカゲットするんだよ。爆弾って花火の、え、花火なの？なんか前も訂正されたわ。でも見た目爆弾なんだもん。捕獲心拍数の現地会全部会いに行くね。ありがとう。そう、休止中会える機会が、あの現地会しかないから、きっと。ありがとう。トッピング3チームまとめて頼んだら、全部のやつ乗るんじゃない？現地に会いに行きますよ。本当に待ってるね。そう、ハッシュタグサクとご飯なうで果樹券ですね。そうだよ、みんなサクとご飯なうだよ。豆電球ありがとう。毎月現地ね、結構均等だったね今回。豆電球ありがとう。木曽川の火事件が対象だったと思う。間違って三力わかんない。行かないように気をつける。そうだね、ぜひ火事件に迷ったら火事件、毎日火事件メイクして会いに行きます。ぜひ。台湾まぜそば最近食べてない、やばい、足りてない本当に。結局お米が一番お腹いっぱいになるからお米を食べちゃう。33枚目シングル、日曜日は行けるけど土曜日は仕事がまだなんとかなんとかで困ったくん。そうなの。でも日曜日も会えるのはとっても嬉しい。明日サクとご飯のをするかもしれません。大丈夫、台風。サク生誕は何食べたらいい？なんだろう。サク好きな食べ物いっぱいあるからさ、むずいね。果樹券か、K2 の果樹券か、コロッケか、ハンバーグか、台湾まぜそばか。でも好きなの食べてくれたらいいけどね。あ、山力です、すいません。美味しそうです、それはとっても。早く会いたい、会おうね。あ、そう、ホルモン作も苦手だ。迷ったら仲う、毎日仲うな俺。じゃあこれからは、9月からは迷ったら果樹券、毎日果樹券にしようね。星ありがとう。そう、コラボあさってから、あさってからだ、早いね。食べたい早く。あとありがとう。朝に果樹券、昼に果樹券、おやつに果樹券、夜に果樹券、夜食に果樹券。そうだよ、これで5食食べれるもん。もう一回ぐらいいけそう。朝ってだってさ、幅広いじゃん。だって5時に起きて食べて、9時ぐらいに食べて、昼12時に食べて、3時のおやつに食べて、6時ぐらいに食べて、夜食は何時だろう、11時とかかな、お腹すくの。食べたらめっちゃ良くない？大変だけどね。次のシングルもさくちゃんに会いに行くよ。イエーイ、待ってるね。米不足ね、お米が売ってないらしい。なんで？
なんでなんで育たないってこと。そう、無料券ゲット。お米買えてる？買えてるけど売ってないみたい。あんまり現地会はひとまず全会場で宿泊施設予約した。すごっ、先に予約するんだ。ありがとうね、ハートありがとう。飛騨牛コロッケ食べたい、食べたい、マジで美味しかった。おそばダメくん、いいくんですよ。おそばはね、やっぱ健康的だし美味しいし、いいところしかないですからね。星ありがとう。月見バーガー、え、ねえ、気になってた。そう、月見バーガーって普通のハンバーガーと何が違うの？月見って何？だって普通にさ、卵入ってるハンバーガーだってあるわけじゃん。なんで月見バーガーなの？めっちゃ気になってたんだけど、ずっとみんなさ、月見だ月見だみたいな盛り上がるけど、そんなに違うの味が。何でもするのでおそば屋さん教えてください。やだ一番好きなところは教えません。お誕生日は配信してほしいね、したいなと思っていますけども。お花ありがとう、金魚ありがとう。歌試験って言われた、あ、ここからね覚えれるね。じゃあ仮試験ですから、ぜひ食べてくださいね。バラありがとう、ハートありがとう。こんばんは。味変とトッピング追加するのは何がおすすめ？わかんない、まださ食べてないからわかんないけど、まあ、結局卵入れるのが一番美味しいからね。星ありがとう。ホルモン、え、臭みとかじゃなくて、なんか食感が噛み切れないのがや無理なの。食べれるけどね、別に食べようと思えば。朝5時から胃袋持たん、え、食べれるよ絶対体重増えるね、まあしょうがないそれは。ミラボールありがとう星ありがとう。モーニング、そうだよ。あ、閉店、あ、閉開店時間、確かに開いてないかもしれない。訂正サック可愛かった、イエーイありがとう。305食、すごい。ガチ信州の十割そばを食べるよっていいですね。 SKU ファンの体重増加問題、イエーイまあしょうがない、ここは。そうそうそう、台風への対策、え、台風で買い占めが起きるんだ。ああ、5食はリアルに糖尿病と高血圧になります。そうですね、太らせたいなの？全然、食べてほしいだけ。結婚してありがとうするよ。え、確かに11時間食べて12、1、2、3、4、5、6時間、まあ6時間もいたら食べれるんじゃない。3時間ぐらいでお腹すくじゃん。かわいい、ありがとう星ありがとう。お蕎麦は10割へのこだわりはまだある。え、なんか誰かにさ、それめっちゃ力ん熱弁したんだけど、誰だっけ。え、12期の誰かにめっちゃ熱弁した気がする、この前。え、10割蕎麦っていうのはみたいな、あの10割じゃなかったら小麦粉が入ってるからほぼうどんなんだよって意味わかんないさ熱弁した記憶ある。誰にしたかは覚えてないけど、だから10割そばこそが本来のそばであって、それ以外はそばじゃないからねって、あの紹介した。全然いいと思うけど全然二八そばとかも美味しいと思うけどね。え、ハンバーガーに卵が入ってたらそれだけでつけ麺、やっぱそうだよね、ソースが違うのえ、マクドの戦略です。そうなの、ごめん、なんかごめんなさいそんなあんまりこんなことは言わない方が良かったねこんばんは、
卵入ってるバーガーは普段はないよ。そうなの？ないっけ？え？卵入ってるイメージだった。星ありがとう。月を見ながら食べるバーガー、え、そういうこと？季節の風物詩。そうなんだね、なるほど。パイン月見？え？パイナップル入ってんの？あー、米、やっぱね、そうだよね、育たないんだよね。ハートありがとう。期間限定ってとこにみんな行っちゃうの、わかる。サクもずっとそうだった。アイスとか期間限定のものばっか食べて、でその時期が終わると悲しくなって、なんかもう絶望する。そのサイクルは本当にあの悲しくなるから良くないなと思った。だから最近は定番アイスばっか食べてるね。そんな食べてないけど、食べるときはブリュレアイスハマった。ミラーボールありがとう。え、月見バーガー買ったら卵入ってなかったこと。え、そうなの？卵がメインじゃないのかな。うん、毎日さくちゃんのバブル見てたら TKG 食べたくなったので、昨日食べて美味しいんでしょ。マジで美味しいからね。卵ご飯と卵納豆ご飯は本当に美味しいから、しかも健康そうだし。さくも一緒に1日500生活して太ってくれるなら喜んで。やだ、怒られるもん。太るなって怒られるもん。だから無理です。だからあの、でも食べるから、ちゃんとさくも食べるし、食べたいから普通に。だからみんなも一緒に食べようね。中日ビルで山村ミルク学校さん食べれるね、見た。すごい、あの栄の表記が SKE になってた。素晴らしい。星ありがとう。ハンバーグいいね。結婚してありがとうするよ。人間大体5時間くらいで胃の中が空になるらしい。やっぱそうだよね、お腹空くもんすぐ。だからきっと大丈夫。金魚ありがとう。12件ネズミした、マジで。誰だっけ、覚えてない本当に。そば語り聞きたい。本当にさ、意味わかんないこと言ってたと思う。ハートありがとう。ほぼうどんは嘘やね。嘘だよね。でも小麦粉入ったらうどんだからって言った。そしたらおおって言ってくれた気がする。金魚ありがとう。じゃあ俺そば食べたことないかもしれない。そうだよ、そうだ。食べ過ぎるとアレルギーが。え、さくもなんかちっちゃい頃からめっちゃそば食べてて、もうなんか相模とかいつもあのガッチャンセットだっけ、あの相模のガッチャンセット確か頼んで、あのお蕎麦がいっぱい食べれるやつをなんか食べてたんだけど、そしたら急にある日蕎麦を食べて気持ち悪くなって、あのアレルギーだって思って超落ち込んだけど、気の持ちようだった。検査行ったら違かった。だからきっと大丈夫。蕎麦を感じる、蕎麦を感じたいの、サクは。もうほぼ粉みたいな蕎麦が好き。あのちょっとジャリってした感じの蕎麦粉って感じの蕎麦が好き。サクちゃんにリボンついたらそれだけで最高に可愛いから、卵ついただけの月見も許してあげる。なるほど。なるほどね。あ、チキンタツタ、わかる。照り焼きも美味しいよね。エッグチーズ、エグチだ、食べたことない。マックの闇に切り込むって、そんなことじゃないからね。怒られちゃう、こんなこと言ってないし。豆電球ありがとう。三好の十割そば屋さん、三好ない、一押ししかない。作
ペグチモ月見バーガーなんだね。じゃん、金魚ありがとう、ハートありがとう。ボソボソして喉越しが悪い、それがいいんだよね。大好き、あの粉感。ブリュレアイス、セブ入れのやつ、セブ入れっていうの、そう多分、あれセブンイレブン限定なのかな、わかんないけど、ブリュレアイス本当に美味しいんだよ。ね、定番が一番、結婚してありがとうするよ。定番が一番だと言ってもやっぱチョコ、あの冬に出るチョコアイス限定の美味しいんだよね。サクのお気に入りの蕎麦屋行きたいな、自分いっぱい紹介してる。しっしっしまあ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 、いつかね。卵ご飯にハマってるの、ハマってるっていうか、なんか家にいるときは卵ご飯か納豆ご飯が多い。普通に健康だし、あんま太らなそうだし、いいんだよね。前から家にいるときはよく食べてるわ。わあすごい、なんかタコの花火すごい、ありがとう。納豆に卵美味しい、わかる。でも一時期あの台湾まぜそば、金麗さんの台湾まぜそばハマってた時マジで食べてたから、ちょっとね食べたくなってきた最近。チョコモナカジャンボ大好き。松川美優ちゃん、さくちゃんの画像録画面にしてるらしい。見た、なんか切り抜きで見てマジって思った。かわいいかわいい美優ちゃん。美優ちゃんさ、1週間で2回違うチームのアンダー出るんでしょ、マジですごい天才美優ちゃん。炭水化物減らしてます。さくもめっちゃ炭水化物減らして、あのおかずばっかの生活をしてたんだけど、それも良くないなって思った。あの経験談、実際に体験してみて、やっぱおかずだけだとお腹いっぱいにならなくて、あの炭水化物食べた時よりも量いっぱい食べちゃって太るから、普通にお米ちょっと食べておかずもちょっと食べた方がなんかちょっとでお腹いっぱいになる気がする。あ、ロコモコね、美味しいよね。星ありがとう。食の好みがサクちゃんと合いそう。まあ、サクはね幅広く好きだけど、なんだろうね、まあ、アイスはマジでチョコ、チョコってやつが好き。2ヶ月で6キロ痩せた。サク体重測ってないな。いいね、めちゃくちゃいいペースじゃん、すごい。星ありがとう。卵ご飯って卵かけご飯のことだったんだ。そうだよ、なんだと思ってたの。怪事件行ってね。醤油の代わりにニンニクの醤油漬け入れるとめっちゃ美味しくなる。そうなの、いいね。ハートありがとう。だるまありがとう。12期のこの王が気を使ったのかもしれない。気使ってないよ、絶対本心からの言葉だった。あれはハートありがとう。蕎麦湯美味しいよね。サクの一番好きなお店の蕎麦湯がめっちゃなんか濃厚で本当に美味しいんですよ。まあ言わないんだけどね言わないけどね。ココハぐらいちゃう。ココハマジでね優しい。サクのことをあの子供のようにこうやってなんか猫みたいに撫でられるんですよいつも。まあ年上なのでね、ココハはすごいね、あのママみたい優しいです、ココハ。1日5食食べ、同じもの食べれる、食べれるならかな、何を選ぶ。5食か、まあお米かな無難にお米。結局お米はね、あのそのまんまでも食べれるしね、最強。
できれば卵ご飯がいいけど。そば粉3割以上入ってるとそばと表記できるらしい。そりゃあさ、そばじゃないじゃん。せめて5は必要だよね。相模のなんとかなんとかそば、味噌かそば、わかんない。ないですね、食べ放題のやつ。逆にあ、うどんはまあ、うどんはね、なんでもうどんだよ。小麦粉は。ハートありがとう。そう、そば粉入りうどん、ハートありがとう。タピオカ飲みたい。今日ゴンチャ飲みたかった、めっちゃ。ガッチャンセットはお子様セットで、そうだよ、子供の時ガッチャンセットばっか食べてた。そうそうそう、ツルツルはだじゃなくて、もうザラッとしてるやつが好き。めっちゃもう粒が残ってるやつ。マック行くと飲み物何飲む？あのなんかチョコシェイクみたいなやつ大好き。チョコシェイクか爽健美茶。卵納豆ご飯のうまさを分かってくれる人がいた。マジで美味しい。一番美味しいからね。一番は言い過ぎた。でもまあ健康部門で言ったら一番美味しいと。そうそう、そば殻、そば殻はもうもう包み込んでほしい、麺に。あれを捨てるのはもったいないからね。すごい、何店舗くらいお気に入りのそばストックしてるの？ちなみに自分100店舗くらいある。すごい、なんか1店舗集中型だから、その店しか行かない。だからもうそこがなくなっちゃったらもう人生終わり。なんかさ、ハマったものとかそれだけを食べ続けたいタイプだから、すごいあのいっぱいね巡り歩けるのはすごい。セブイレ、あ、セブイレ、関西はセブイレらしい。相模のそばって10割じゃなくない？そう、小さい頃はね何も気にしず食べてたよ。豆電球ありがとう。マックの闇に切り込んださくらのその後を知る者はいないのだったみたいな。やだ、消される、怖いやめて。タコありがとう。サクバブルがお休みになるの耐えられるのかなと心配している。サクが無理だってさ。サクが言うようなことってさ、めっちゃなんか X に書くようなことでもないし、インスタに上げるようなことでもなく、めちゃくちゃなんかもうプライベートすぎることだから、今日のご飯は何にしようかなとか、卵ご飯の話ばっかだからそんなのできないじゃん。豆電球ありがとう。とろろ食べれるっけ？うん、あんまり好きじゃないかも。金魚ありがとう。まずはいいですね。ね、そうだよね。炭水化物はある程度取った方がいいよね。豆電球ありがとう。チョコモナカジャンボの中の板チョコを取ってあんこを入れると、めんどくさいめっちゃめんどくさい。それ豆電球ありがとう。みゆちゃん、さくちゃんの写真持ってないから欲しいらしい。家にいっぱい余ってるいっぱいじゃないけどちょっと余ってるからあげる。本当にかわいい。ビエネッタは食べましたか？食べてない。卵ボールわかる、大好き。ハートありがとう。カカオも不作でチョコがめっちゃ値上がりしてる。そうなんだ。
蕎麦湯ってつゆの味じゃなくて蕎麦の味するの。蕎麦の味、なんかつゆもちょっと入れるんだけど、そこはめっちゃつゆを少なくしてもうほぼ蕎麦湯ぐらいで飲むのが好き。美味しい、健康らしいしね。ギフト聞いたけど神経衰弱強すぎる。普段から勉強で頭使ってるんだ。そんなことはないけど、もう得意だった。インスタントのカップそば1分短くして食べる派です。わかる。えさくはもう片面が好きだからもう待たない。そんなに1日500ぐらいブリトー食べた時期あったら。ブリトーも大好き。お米は白米、玄米、玄米、あーでも白米も食べるよ。猫に見えてる。猫だと思われてんの。お米研いで冷やしてから炊くと美味しく炊けるし。そうなの、知らなかった。ハムチーズ、ハムチーズ、台湾ミート、ソーセージ、ハムチーズのローテーション。さっき台湾ミート、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 台湾ミートのローテーションだった。大好きあれ。でも本当はキーマカレーが好き。チーズを食べるキーマカレーブリトタピオカね、カロリー高いけど、まあそんなことは気にしない。食べるなら何も気にせず食べる。え、すごい、ゴンチャ4個もあんの近く。すごい、マクドでお茶飲む人って本当に存在したんだ。強化みたいマックのシェイカー甘すぎてちょっと、ほんと。そう、タン押し、タン押しだよ、蕎麦屋さん。星ありがとう。さくちゃんのうさぎ動画見られなくなる感じ、いっぱい送るね今日も。セブン入れは、え、セブンだな、さくも。そう、有料のあのツールはねどうしてもできないみたいで、休業中は。いろんなイベント中止になっちゃって悲しいことだよね。台風だけど。豆電球ありがとう。好きなものを好きなだけ食べないと生きていけないです。素晴らしい、いいですよ。あのつけ麺いっぱい食べてください。金魚ありがとう。そうそうだね、バブルがない期間現地会だな。そう、確かに素敵。柵で食べる、柵で食べない。あ、サンマ食べたい。何？なんとかになりそうなのはサンマくらいかな。何がどうなるの？サンマ大好き。待たないのか待てないのか、なんかさ、なんだろう。あ、電子レンジとかも。なんか1分40秒のやつとかも1分半くらいで開けちゃう、扉を。もう待ちきれなくて、せっかちなのかな。本当に電子レンジ嫌いなの。なんかさ、あの遠く離れてたらさ、鳴った時ピー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 ってうるさいじゃん。だし近くにいても1分半もそこですることないし、めっちゃ嫌い電子レンジ。相棒だけど、電子レンジ以外のさ調理方法ないから。さく、粉落とし、何粉落としって。わさびの塊わさびさく使わないからな、わからんな、その気持ちは。札幌一番味噌ラーメンを12分に出るの流行ってんで。そうなの、ほんとが何分か知らないけど、
そうなの。ローテーションじゃなくリピートでは、あ、リピートだった。リピートらしい。豆電球ありがとう。台湾ミート本当に好き。タピオカ丸いからゼロカロリーだよね。フロリダディズニー特集やってたの見た。見てない。あの日本のディズニーのやつは見た。あのファンスプの裏側みたいな。素晴らしい本当に。どこから見ても美しく見えるようにもう洗礼されていて素晴らしい。セブンの砂肝のやつ売ってなかった。何砂肝のやつって。サクのバブル好き。イエーイ。キングありがとう。あ、サンマはいっぱい取れるってことね。よかった。レンジで卵爆発させないように。え、本当に怖い。サク、もう何も考えずにチンしちゃいそう。電子レンジはなんか使うけど、愛用させてもらってるけど待てない。え、そうなり続けるの。取らないと。電子、あ、お弁当は温めないですよ。めんどくさいからね。あの冷蔵庫に入れちゃってたらさすがに温めるけど、常温は温めない。強化になんでって言われる。だからブリトーまずめ。そんなことない。ブリトーは普通に考えて冷たい方が美味しいんですよ。火を使うことから始め。火は使えません。ママにダメと言われるのでね。ブリトーもレンチンが美味しいけど冷たい方が美味しい。電子レンジなければもっと時間かかっちゃう。じゃあ温めなければいいの。あ、そう、さきちゃんは電子レンジ使えないからね。粉が落ちるぐらいの時間しか茹でない。茹で時間が短い。え、美味しそう。粉落としでっていうの。バリカッターじゃなくて。知らなかった。え、それさ、カッチカチなんじゃない。食べれるぐらい硬い麺。めちゃめちゃ硬そう。お話しするアトラクションは行かないの。クラッシュ、クラッシュ行くよ。クラッシュの話この前してた。ママとさきちゃんと何を相談しようかなって。すごいね、当てられた。クラッシュも行きたい。タートルトークは昔は行ってたね、よく。最近あんま行かないけど、でもまた行きたい。あれ、エンカウンターも行きたい。可愛いからね。湯気通し、3秒やばくない。すごい。砂肝じゃなかったっけ、カップのやつ。あれ砂肝じゃない。なんか鶏ハラミみたいなやつ。めっちゃ美味しいよあれ。食べた方がいい。カップデリ、セブンイレブンのカップデリの鶏ハラミ、なんかおつまみみたいなやつ。あれやばい。東海限定なんだ。食べてぜひ。あれは冷たいまんまってもう決められてるから温めない方がいい。温めなくて済むしめっちゃ楽。あ、電子レンジの親切なの。ごめんね、それはありがたい。包丁も使えない。包丁はね、もうもっとダメ。火よりも危ないって言われる。豆電球ありがとう。今日サクのバブル11件来ててビビったよ。そんな送ったっけ。あ、思ったことを全部送るからね。そう、粉感がいいの。ブリトーは粉感が素晴らしい。バリカタの上、すごい、結構いいね。常温のブリトーは、まあまあいいよ。湯気同士って、あ、一番やばいんだ。硬いよ絶対。針金、針金にしようじゃん。ち
ょっと湯気同士は不安、粉落としは針金がいけたらだね。すごい、そんな段階あるんだ、知らんかった。焼肉行ったの？いいな。え、粉落とし、え、美味しい？スラッシュ？スラッシュとは話したことない。クラッシュは話したことある。スラッシュってあれだよね、ズートピアじゃない？もめ電気ありがとう。あ、クラッシュはありますね。でも覚えてないけどある気がする。お姉ちゃんはよく当てられてるらしい。結婚してありがとうするよ。あったかいもん嫌いで、あったかいの好きだよ全然、ものによってはね。星ありがとう。一蘭ぐらい、え、そうなの？え、一蘭行きたい。亀の人、そう、亀の人おもろいよね、クラッシュ。あったかいそばと冷たいそばだとどっち？サクがいつもあの行きつけのとこだったら絶対冷たいそばでざるそばなんだけど、でもなんかなんだろう、サービスエリアとかそういうところだったらあったかいそばにしたりする。ぬるい混ぜそば美味しいですか？美味しいです。あとありがとう。あ、お時間ですね、そろそろ。ありがとう。ラーメン硬い方がいいよね。カレーうどんは好き？うん、好き。もつそば？何もつそば？8分だ。え、何分からやってんだろう。ありがとう、みんな今日も来てくれて。楽しかったかな。星ありがとう。7時40分、あ、1時間もやってるんだ。1時間20分か。おお結構やったな、サクこんばんは、こんばんは。あ、楽しい、よかったよかった。スクショ忘れない。はい、ランキング発表します。13位、マキアート、ありがとう。12位、ナルタン、ありがとう。11位、ピラトモ、ありがとう。10位、グルーヴ、ありがとう。9位、デメキン、ありがとう。8位、パンダくん、ありがとう。7位、コッシー、ありがとう。6位、マルケン、ありがとう。5位、オヤマ、ありがとう。4位、現場監督、ありがとう。3位、ディノゾ、ありがとう。2位は、カーショー、ありがとう。1位は、M、ありがとう。ありがとう。みんな、とってもありがとう。ほぼ飯の話だった。いや、ご飯が好きだからね。ご飯の話振られたらそんな話しちゃうよね。サクが一番可愛いくんで、イエーイ。わからんなと思いました、ブリトーの件とか。え、なんで？美味しいんだよ。ありがとう、ありがとう。画像は待っててね、ありがとう。逃げる時間、逃げないで逃げないで。モカチャム？モカチャムね、ちょっと待って、スクショ。はい、あ、
ムカちゃむだよ。イエーイ、かわいいムカ。本物モカ。見られた見られたよ、もかちゃん、かわいい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 、はい、手振って、手振って、かわいい、見てみんな、見て、わー、バイバイ、バイバイだって嫌がってる、嫌がってないよね、もか。嫌がってないって言ってる。似てるって、誰か、これもかちゃんだよ、本人ですから。これかわいいね、ほんとに素晴らしい。もか来てくれるから、絶対に。本当に可愛い。寝てたよ、絶対。眠そうだもん。可愛い。え、仕方ないなんて顔じゃないよ。これ眠いなの顔で。眠いけど、仕方ないじゃない。眠いけど、あの、飼い主が呼んでるからな、っていう顔だから。決して仕方ないとか思ってないからね。かわいい、本当に。脱走して、脱走じゃないよ、眠いって言ってる。こんばんは。そう、かわいいんだから。え、さくちゃんとモカちゃん似てる、本当に。いや、仕方なくない、仕方なくないよね、モカ。仕方なくないよって言ってる。じゃーん、かわいい。眠いんだよね、モカ。これモカの観察日記だ。かわいい。ということでありがとうございました、今日も配信ありがとう。かわいい、じゃーん、かわいい。かわいい。見たいでしょ、これずっと見たいよね。はい、以上でした。バイバーイ。ありがとう。明日以降の予定は、明日はできるかなっていう感じですね。またメールで言いますね。かわいい。ありがとう。バイバーイ。おやすみー。